というわけで極みクエストが解放されていますよ。極悪非道決闘ギャングー団ですね、こちらをやっていきましょう。スターティングメンバーこちらですね、星3のアルケミストを3種で、サブメンバーですね、星4のアルケミストですね。アルケミストの武器はこんな感じで達人の試験管を持っていきます。こちらはですね、敵単体の魔法防御を一定ターンショーダウンですね。ただこれ4回使うとそれなりに効果があるということですね。でフレンドサポートさんはですね、こんな感じですね、専用武器のレベル50のもの、それからとっておきのレベルができるだけ高いものですね、持っていきましょう。でキララ装備はこんな感じで戦士のオーブがいいですかね。ではやってみましょう。よし、やっていこう。僕の服汚したら許さないですよ。あ、真ん中がいなくなってるんですね。ではではこの左側から倒していきましょう。ですね。僕は同期キャラじゃないんですけど、ビシバシ行きましょう。すまん、即興でなんとかしますね。おお。お、ですね。よし、いい感じに決まってくれましたね。ダウン系のスキルを使っていきましょう。変えときましょうかね。よし。よし、しのちゃんに変えちゃいましょう。ここですね。よっと。いいですね。よし。ですね。変えちゃいましょう。ユンちゃんに変えちゃいましょうね。ちょっとやばいんとちゃう？こっちですね。はかりをつけるで。みんなの投資に。こっちですね。皆さん、もっと街でお願いしよう。よぼけるやろ。よし。ですね。ちょっと痛いけど、堪忍だ。さあ、行きますよ。よし。シノちゃんの専用武器のスキルを使っちゃいましょう。左側ですね、使いましょう。スタンできるかな、やってみましょうかね。どう、仕方のないココアさんです。あ、スタンできますね。こういう戦闘方法もあるんですね。もうとっておきの3たばりそうですね。よいしょ、変えちゃいましょうね、ここもね。よいしょ、負けないぞ。こっちですね。よいしょ、これでもう取っておきは3溜まっちゃってるんですね。いいですね。こういう戦闘方法もあるということですね。お姉ちゃんがバッチリ助けちゃう。で、どうしようかな。味方単体の物理攻撃ですね、上げていきましょうかね。うん、ココアちゃんがいいかな。よいしょ。うん。狙いはこっちなんですよね。こっちがいいかな。ですね、こうですかね。行きましょう。まあ、左が倒せますよね。右なんですよ、問題は。よし、ディフェンスも下がるんでちょうどいいですね。よしですね。始めるよ。あのパンがすごく可愛いんだよ。どのぐらい通るかな。おいしい。おお、めちゃくちゃ通りますね。あ、スターンも決められます。こんな感じのやり方もあるんですね。よいしょ。私からもう一発いきましょうね。これでちょうどぐらいかな。ぐらいかなですね。うまい感じにとどめさせました。こういう勝ち方もあるんですね。いう能力というのはね、うまい具合に生かしていきましょうね。よいしょ。星3のアルケミストなんかもちゃんと使えるんでね、手順次第なんですね。見てこちらの星5ガチガチのメンバーで回ってみましょう。専用武器もレベル100のものが4種ですね。連れていきましょう。まあ、こんだけいれば勝てるでしょう。やっていきましょう。よし、もう専用武器も全部レベル100なんですね。
どうしようかな、ちのちゃん先に使っちゃおうかな。もうちょっと貯めていきましょうかね。覚醒はいいね、気分がいい。よし、2回目も使っちゃいましょう。よし、いいかな。え、やむを得ないね。おお、これだったらもう右からでも狙えるんですね。めちゃくちゃ火力が強いです。一回回復しときましょうかね。どうしましょう、単発でいいですかね。よし、もう半分近く削ってますね。この後ろのやつはスタン攻撃があるんで、これ注意ですね。おお、おお、危ない、結構食らわせてきますね。回復しておきましょうね。よしね、全部に当てるよ。しかのね、私が助けるね。必殺技1回でも倒せちゃいそうですね。倒しちゃいましょう。めでたいやつ、いくよ。シャキーン、めちゃくちゃ上がってますね。はい、お、意外に効かないな。ちょっと残っちゃいましたね。ただ攻撃力が上がっていくんで、こういう感じで叩けますね。おお、よいしょ、お、いいですね。よしね、おちのちゃん使った方が良さそうですね。貯めていきましょう。よし、2発ぐらいかな。一応3まで貯めていきましょうかね。よいしょ、もう回復だけでいけるんですね、これね。よいしょ、これでいけるんですね。やっぱそれなりにメンバー揃ってるとそれなりにいけるということですよね。よし、よし、ひのちゃん変えちゃいましょうね。あんま変える必要なさそうですけど、変えちゃいましょうね。お手柔らかにお願いしたい。よし、一回スタンさせちゃいましょうね。よいしょ、スタン入るかな。あ、入らなかったか、微妙に入んなかったですね。気合いだ。よし、もう単発でいけそうですね。行ってみましょうか、単発でいきましょう。倒せないか、ちょっと足りなかったか。スタンは決められますね。これですね、このとっておきのゲージの使用もまた以前のものに戻ったんですね。よいしょ、かなね。皆さんお願いします、力を感じます。ココアさん、もう起きてください。お姉ちゃんの寝ぼっち。よし、てな感じに、こういう感じに枯れます。こんだけ揃って枯れないことはないと思いますけどね。よし、OK ですね。